どうも、うずです。今日はちょっとツイキャスとゲームを使った遊びで、ツイキャス内で動画、ゲームの動画を配信する方法っていうのをちょっとなんかネットで調べてたらあったので試してみました。まあ結構これでね、うまくアップできるんじゃないかなと思ったので、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。で、今あの正面にザ・クルーですね、うずさんが今遊んでる車のゲームがあるんですけど、これが映っています。ゲーム画面ですね。で、こちら側、うずさんがいつもツイキャスしてるこの画面なんですけど、今ツイキャスの画面にこのゲームの画面がそのまま映ってます。要はこのまま動画配信ができるってことなんですけど、どういうふうにこういうのをやってるかというと、ちょっとこっちの右の画面なんですが、ご注目なんですけど、ニコ生デスクトップキャプチャーコンソールっていうソフト、このソフトをちょっと無料なんですけどダウンロードしました。で、こちらのブラウザもちょっと注目なんですけど、ブラウザの方がこちらです。うずさんがね、あんまり使わない Firefox なんですよ。で、 Firefox のブラウザを使うと、なんとツイキャスの設定の画面の中に、よいしょ、これね、上画面出てきたね、この画面のところで、カメラのマーク選択します。そうするとカメラのところに今この NDC-XP、 要は NDC ってニコ生デスクトップキャプチャーの略称なんですけど、これを選べるようになってるんです。で、こちらのアプリをこの NDC っていうものに変えとくと、実際こちらのキャプチャーで今されてる画面がツイキャスに映し出されるっていう仕様になります。まあ、ここもね、このリストにあるように画像ファイルやスタート画面、あとはウィンドウで指定とかトリミング、いろいろあるんですけど、うずさんちょっとね、全画面でやったら、こちらね、全画面でキャプチャーしたら動きが止まっちゃったんですよ、こちらのツイキャスの方の画面が。それなので、あのウィンドウで指定して今ちょっと試しに配信してみました。そしたら結構ね、いい感じで配信ができました。で、そのニコ生デスクトップキャプチャーっていうアプリも、この Firefox のブラウザの方もそんなにね、ダウンロードしてそのままインストールすればいいだけなので、そんなに難しくないです、導入の方。それよりもマシンスペックがそこそこあって、パソコンね、とモニターが2つあった方が快適に操作できるってところがありますから、ここがちょっとね、難しいかもしれないね。でもこんな感じでツイキャスではちょっと遊べそうなので、うずさんの動画は基本的に土曜日の深夜、ツイキャスを、おしゃべりトークのね、ツイキャスなんですけどやってましたが、ちょっとゲームのね、配信もツイキャスで試しにね、ちょっとちょこちょこ上げるかもしれないです。まあ、ただね、ツイキャスの方は画質がね、皆さん知ってるかもしれないんですけど、荒いのでゲームの実況にはあまり向いてないとは思うんです。で、最近ツイキャスの方では高画質配信っていう申し込みができるので、それを一応申し込んだんですけど、そちらの方はアーティストとか企業団体様、そういう方を優先してサーバーを開放するので、うずさんみたいなね、一般の人にはあんまりちょっと優先的には順番回ってこなそうです。だからしばらくね、低解像度のままツイキャスでゲーム配信するかもしれないです。もし興味ある方がいたら、毎週土曜日、まあ、たまに休むけどね、ツイキャスやってますし、ツイッターの方をフォローしておいていただければ見やすくなるかなと思います。そんな感じで本日は、ツイキャスでゲーム動画をアップする方法っていうのを簡単に紹介させてもらいました。ではまた別の動画で、バイバイ。今日はちょっと動画編集やめといて、ちょっとツイキャスで遊んでみましょうかね。